日本鹿児島県鹿児島市犬座コ町県ハサマ町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在県ハサマ村、鹿児島郡石村大技県佐古。郵便番号は891-1205。人口は2097人、世帯数は1190世帯。江戸時代には、薩摩街道の沿線に、鹿児島近在では唯一となる。 横井野町と呼ばれる野町が形成されており、江戸時代末期には茶屋や商店などが営業していた。鹿児島市の北西部に位置しており、北東端を高月川が南東に流れる。町域の北方に小山田町、南方に小野町、西別府町、東方に石木町、南吉町、東方に石ヶ谷町、日置市移住院町地区の山がそれぞれ接している。地区は小別府。 横井、立野佐子、中国、九北、家門、入里佐、荒磯、川地さん、萩別府からなる。町域のほぼ中心に、鹿児島市立県波佐間小学校が位置し、犬、波佐間省の前で、鹿児島県道210号、小山田谷山線と鹿児島県道206号、徳重横井鹿児島線と交差する。東部には、国道3号とそれに沿って高月川が流れる。 また、鹿児島市立川島中学校が位置する。光月川の対岸は、南吉町となる。川頭付近の丘の上には、鹿児島県港の森公園が所在する。西部には、人海処理を行う鹿児島市北部清掃工場がある。犬はさまという地名は、犬が迷い込んで出られなくなるほど山が深く谷が複雑であることに由来している。犬はさまという地名は、 室町時代より見え、薩摩国鹿児島軍のうちであった。干渉6年の鹿児島諏訪社祭次第には、七番下のと年上意識県、ハサマと、犬ハサマの記載があり、この頃より見える。文明5年の田代肥前入道、清定書状には、鹿児島県、ハサマ30町、鹿児島県ハサマのうち許さぬ門1町2館と見え、地内に田代市の書領があったことがわかる。 大英六年の島津忠金の書状によれば、犬羽さ十五町のうち半分が川田氏に与えられたとされる。協六三年には八房神社が、非、志島義介によって建立されたと伝えられている。江戸時代には、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであった。犬羽さ村は、鹿児島近在のうちでは、延命に区分されていた。村高は、 天保郷町では1919 19国余り、群村高辻町では1919 19国余り、三州五地西洋欄では1507国余り、急行給料取調べ町では1532国余りであった。城下市の一部は近在のうちである犬ハ間村に居住していた。また、薩摩街道沿いの横井の町は犬ハ間村に属しており、 鹿児島近在のうちで唯一の野の町であった。野町とは幹線道路に沿って点在する商人住区のことである。また宿場町にもなっていた。横井野町の人口は明和9年には104人であったが、文政9年には153人と増加傾向にあった。鹿児島駅から東市木駅までの鉄道が開通するまでは横井の町を通る薩摩街道は、 鹿児島に入る主要道路として栄えており、横井の町には茶屋や商店、焼酎屋などが営業していた。江戸時代末期の茶屋は、春茶屋、杉の木茶屋、重い茶屋の3軒があった。郷士の住居も所在していた。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在のうち上石村、下石村、小野村、犬挟さま村、 小山田村、みな、ふさ村、菱島村の区域より、鹿児島郡石木村が成立した。それに伴って、それまでの犬はさ村の区域は、石木村の大技、犬はさまとなった。1892年に八房に置かれていた八房小学校が、玉江小学校の分校となり、1900年には、独立校となり犬、はさ小学校と称した。 1950年10月1日には、石木村が、鹿児島郡東桜島村と共に、鹿児島市に編入された。これに伴い、同年10月18日に、鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の告示である、鹿児島市の一部大技の変更により、石木村が、鹿児島市に編入された10月1日に、大技県ハサの区域をもって新たに、鹿児島市の町、 犬ハサマ町が設置された。1978年1月には、鹿児島市の北部清掃工場が完成した。完成時のゴミ処理能力は1日あたり150トンを3基備えていた。1986年9月1日には横井、埋め立て処分場の供用が開始された。1992年には、鹿児島県港の森公園が開園した。 1993年に発生した平成5年8月豪雨では犬はさ町にある川と浄水場が冠水したことにより鹿児島市内への水道の供給が滞った2007年には北部清掃工場の老朽化に伴って隣接地に粗大ごみ処理施設の新設とともに新たな清掃工場が建設され稼働した以下の表は 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立川島中学校鹿児島市立県は様、ま、小学校鹿児島県道206号、徳重横井鹿児島県市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。